建築家磯崎新、1960年作、付加家庭。この三菱に展開し埋め込まれた日本の都市はエネルギーの拡散の果て、一つの均衡状態を示している。極小に分解し物質化した空間は閉塞の秩序であり、この都市の内部の活動はひしめき合いながら良識の枠を守らねばならない。厳格で精巧な完成品、それがあなた方の生活を安定化させているのだ。閉塞の状況は生成の過程の終点であり、ここに封じ込まれて蓄積されていくエネルギーは負荷の培養器になる。破壊を伴わない都市計画は養老院の中で作ればよい。我々の都市の変貌は巨大な亀裂から始まる。大地から湧き出するドロドロの不定形な物質が美徳と安寧に満ちた都市を飲み尽くし破壊するときに新しい負荷が始まる。その変動は凶暴であり、見境なくあなたを脅かし殺すだろう。我々の仕事に課せられた宿命は不定形な物質に運動の秩序を与えることである。孵化していくプロセスはこれまでのような道路や建築の持ったスタティックなパターンを否定し、ひたすら運動と成長の原則に基づいたシステムを要求する。それらは各種のスピードを報復しながら互いに独立的な関数として連鎖的に成長していく群となり、都市空間は多次元的なマトリックスとなる。このような都市にとって必要なのは限定し完成された全体像ではなくて、様々な全体像を可能にし、かつ予測できる部分の機構である。その機構は自ら増殖し変化すると同時に、全体像も常に否定され崩壊しなければならない。そのため我々の都市は常に固定せずに移行する状況にある。都市はプロセスであり、それ以上に確実な概念は存在しない。そこに設定される機構は自由に成長する各種の空間を共存させながら連結するものでなければならない。ここに示された柱、ジョイント、コアは内部に垂直の導線を含んだシャフトで、これに架け渡された居住空間を支えながら下部の自動車と群衆の動きを結びつける。このジョイントコアは都市空間の発生する原点である。かくして孵化された都市は崩壊する宿命にある。廃墟は我々の都市の未来の姿であり、未来都市は廃墟そのものである。我々の現代都市はそれゆえにわずかな時間を生き、エネルギーを発散させ再び物質と化すであろう。我々のあらゆる提案と努力はそこに埋め込まれて、そして再び孵化培養器が建設される。それが未来だ。磯崎新、1960、孵化家庭。朗読、御堂。2017111-23